インタビューインタビュー、インタビューとは、二人かそれ以上の間での会話で、一方が、他方に質問をして、情報を得るために行われるものである。インタビューは大きく分けて、評価のためのインタビューと、情報収集のためのインタビューの二つに分かれる。評価のためのインタビューで、最もよく行われるものは、ジョブインタビュー、すなわち就職の際の雇用者と応募者の間の面接である。 インタビューの目的は、応募者が職場に適合できる社会的スキルや知的能力を持っているかどうか評価するためである。同様のインタビュー、面接は入学試験や奨学金募集でも行われ。ほとんどの先進国では、こうしたインタビューにおいて何を聞いてよいかについての規則や規定が企業社会において整備されている。高度に個人的な質問や仕事の上で、 関係のない質問はすべきでないとされており、差別につながる質問も同様である。結婚しているか、するつもりか、出身はどこか、など。こうしたインタビューは15分程度の短さで良いと、されるが、より長い時間や数日にわたる面接も存在する。その他の評価のためのインタビューは、心理学的な評価のためのものである。インタビューの対象者に関する情報を集めるための、 インタビューもある。この種のインタビューは、ジャーナリズムの取材のためや、インストラクショナルデザインと呼ばれる教育計画の目の、ものである。また、ノンフィクション作家や研究者にとっても重要である。普通、インタビューで得た発言や情報は、書籍や新聞、雑誌など出版物に使われたり放送用に、編集される。こうしたインタビューは、 その対象者がインタビューを受けることに興味を持っている時にだけ行われるものである。対象者がなぜインタビューに同意するか、主な理由はいくつかある。インタビューの承諾が取れても対象者の多くは条件を課す。ほとんどすべてのインタビューには時間制限がある。対象者の名声や重要人物度が高いほど条件は厳しくなる。条件の中には 特定の質問には応じられないというものもあれば、事前に全質問をリストにして提出する、要要求するものもある。インタビューには他にもルールがあり、例えば対象者が質疑に関してはオフレコだと宣言した場合、取材者はその情報を使えない。バックグラウンド、バックグラウンドという条件の場合、情報は使えても情報源が誰かは言及しない。もし、ディープバックグラウンド、 ディープ、バックグラウンドという条件なら、これは情報源を特定できる可能性のある事柄は一切記事にしないということであり、その人物による情報そのものは使えず、第2第3の情報源からの情報で補強できた場合にのみ、その第2第3の情報源を元に報道できる。この場合、第2第3の情報源が誰であるかは1万1、追求されても、 最初の情報源が誰だったかは追求することはできない。ウォーターゲート事件の際、内部告発をした政権内部の人物はディープスロートと過小されたが、彼のもたらした情報は取材のきっかけとなったものの、その情報は直接記事になることはなかったため2005年までその正体が明らかになることはなかった。その他、インタビュー対象者がコメントが 職務上のものではないと宣言することがこの場合その人物の氏名は書かれず、単に関係筋などと書かれる。これらのルールは明文化されたものではなく、過去破られたことは何度もある。しかしもしジャーナリストがオフレコ情報を記事にしてしまった場合、その情報源は真偽を破られたと感じ、もう二度と彼から情報を得ることはできないであろう。こうした、使えなくなった、 情報源をバーンとソースバーンとソースという。ルールを破ったことは即座に広がり、破ったジャーナリストは他の情報源からも信頼されなくなる可能性がある。インタビューする者の口調、トーンも重要である。正直で重要で厳しい質問を率直に投げかけるインタビュアーは、聴衆にはアピールするが、尋問を受ける側には魅力的ではない。攻撃的だと。 共犯されるようになったインタビュアーはそのうち対象者にインタビューに応じてもらうことが難しくなるだろう。攻撃的なインタビューをされた対象者は往々にして対話を途中で打ち切りにする。有名になった調査ジャーナリストは虚偽の口実を使わないと対象者からインタビューを取れないことある。逆に、いつもソフトな質問ばかりするインタビュアーは観客や同僚の尊敬を失うことがある。 理想のインタビューは対面式のものである。多くの新聞社は記者に電話インタビューや電子メールでの回答の場合はその旨明記するようにと定めている。調査型のインタビューは質問者と情報源となる対象者の間に構築された社会的相関作用である。そこでは最初に立てた仮説と比べて適切と思われる情報を 得るために質問者は対話開始しそれをコントロールするのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。